デナリは、アメリカ合衆国アラスカ州にある山で、アラスカ山脈、アメリカ合衆国、北アメリカ大陸の最高峰。標高は6190.4メートル。三名は、英語由来のマッキンリー山と、長らく並立していたが、2015年より、デナリが正式な故障となった。北米先住民デナイア族の言語である、デナイア語で、大きな山を意味する。 ダギリーカーと呼ばれている。また、近隣に住むコユコン族の言語である。コユコン語では、高き者、偉大なる者を意味する、ディーナリーと呼ばれる。英語では後者を語源として、デナリ、あるいはディナリーと呼び、これはデナリと翻訳される。1897年、連邦政府によってこの山には、当時の大統領ウィリアム・マッキンリーにちなんだ、マウント、マッキンレイの名が与えられた。 この名称は、1896年に、オハイオ州出身の最高者が、同州出身の大統領候補だった、マッキンリーの名をつけるよう提案したことによる。1975年、アラスカ州政府は、デナリを正式名称とする、よう、連邦政府に働きかけることを始めた。1980年には州法に基づき、山を含む周囲に、デナリ国立公園が設置され、 同時に、州知名局は山の故障もデナリに解消したが、連邦知名局はマッキンリーを使い続けた。以降は二つの故障が並存していたが、アラスカ人はデナリの名を好む傾向があり、連邦政府での故障もそれに変更しようとする運動も行われた。一方で、観光客などは山をマッキンリー、国立公園をデナリと呼び分けることもあった。 2015年8月30日、バラク・オバマ大統領は山の名称を正式にデナリへ変更することを発表した。この変更はオハイオ州出身議員に不満をもたらした。デナリはエベレストよりも大きな山体と飛行を持つ。エベレストの標高はデナリより2700メートルも高いが、チベット高原からの飛行は3700メートル程度に過ぎない。一方、 デナリは、ふもとの平地の標高は600メートル程度であり、そこからの飛行は5500メートルに達する。高緯度にあるため、夏と冬の変化が大きい。夏は白夜になるが、冬は日照時間が非常に短くなる。日の出から日没までの時間は、夏至では約22時間、冬至では4時間45分である。デナリは高緯度に位置するため気温が低く、夏でも、 山頂の平均気温は低、摂氏20度程度となる。冬には5700メートル地点に据えられた温度計の最低気温が日常的に低摂氏40度を下回り、1995年には低、摂氏59.4度を記録している。1969年以前には中腹の約4600メートル地点で最低気温摂氏73.3度を記録したこともある。 その影響で、ヒマラヤやアンデスの同一標高よりも気圧が低い。デナリ山頂と同一気圧になるヒマラヤの標高は、登山シーズンで比較すると、デナリ山頂よりも約300から450メートルほど高い。気圧は、夏よりも冬の方が一段と低くなり、冬のデナリ山頂の気圧は、夏のヒマラヤ7000メートル町に相当する。そのため、 登山者にとっては、高山病の危険性が、比較的高くなる。冬には、ジェット気流の影響から、しばしば時速160キロメートルの風が吹き下ろし、さらに、デナリパスのような風が集まる地形では、ベンチュリ効果によって風速が倍増することもある。デナリ山には2つの主要な頂がある。南方は最高点であり、北方は5934メートルの高さである。 北方は南方との安部から402メートル登るため、独立方とされることもある。5本の巨大な氷河が山から発していて、ピータース氷河は北西に、マルドロウ氷河は北東に流れる。マルドロウ氷河の東隣にはトラレーカ氷河があり、ルース氷河は南東に、カヒルトナ氷河は南西に流れる。山体は河口岩でできており太平洋プレートが、 北米プレートの下に潜り込み、北米プレートの大陸近くを押し上げたものである。デナリのハイキャンプ初登頂者の一人であるハドソン・スタック司祭1903年、フレデリック・クックによって初登頂されたと報じられたが、彼に同行していたエド・バレルによって1909年に否定された。ただし、バレルは北極点初到達をクックと争ったロバート・ピアリーによって、 大金で買収されていたことが分かっている。1913年6月7日、真の人類初登頂が達成された。偉業を成し遂げたのは、被災のハドソン・スタック、ハリー・カーステンス、ウォルター・ハーパー、ロバート・テータム被災ら、アメリカ人4名である。1947年には、バーバラ・ウォシュバーンが女性として、初めて頂上に到達した。1951年に、 ブラッドフォードウォッシュバーン隊によって登頂されたウェストバットレスルートが現在最も一般的なルートとなっている。登山シーズンは4月後半から7月中旬。4月、5月は寒く、7月になると雪が緩むので、6月中に登る人が最も多い。1990年以降、登山シーズンには毎年400人から800人ほどが登頂している。 2015年までに、冬季登庁を果たしたのは10対17人で、うち5人が単独。冬の出なりでは6人が死亡している。ありがとうございます。